ラムやタービンとは、航空機に補助動力装置として装備される、風力原動機である。最も多い用途は非常用で、一時動力源及び、補助動力源の両方が機能しなくなった際に、操縦のための最低限必要な動力及び、電力を得るために、小型のプロペラを機外に展開し、油圧ポンプ、もしくは発電機を駆動するように装備される。一部のラットでは、 油圧発生機構のみを持ち、この油圧を用いて、発電を行うタイプも存在する。ボーイング757のラムやタービン F-105 の多様式ラット、現代の航空機においては、電力や油圧といった動力の発生源は、主エンジン及び補助動力装置であるが、いずれも燃料を必要とする。ラットは飛行中の機体外側の空気流を、 動力源としている。通常時は胴体、または翼の中に格納されており、非常時には蓋が開いて展開される。動力を失うことが想定内である軍用機ではごく普通にラットが装備されている。ほとんどの旅客機もラットを持つが、小型民間機での装着例はわずかである。エアバス A380 では、 プロペラ計1.63メートルという大型のものが装着されているが、一般的には80センチメートル程度のものが多い。大型旅客機用ラットの出力は5から70キロワット程度である。プロペラは2枚または4枚のものが一般的だが、軍用では多様式ブレードを持つダクテッドタイプが普及しつつある。低速用の小型ラットでは、 出力400ワットというものもある。これらの他に、軍用例として、M61A1 型ガトリング砲の、モーター駆動動力用として、また電波妨害用システム1、歩く99の電源用としてもガンポッド、収納タイプのラットが装着され、これらは飛行中常時回転している。ありがとうございます。